バヤシは、中華人民共和国、河南省帝州市出身のサッカー選手。中国サッカースーパーリーグ、新選手族級クラブ所属。中国代表。ポジションはフォワード。2005年8月21日、上海進化において、超級リーグデビューを果たす。しかし、リーグになかなか適応できず、シャアキラの控えとして過ごす日々が続いた。しかし、 次第に出場機会を得るようになり、2008年には21試合出場8ゴールを挙げるなど、上海進化の長級リーグにいいという最終順位に貢献する。2009年には、出身地のクラブであるカナンダテ業や、K リーグの全北現代からオファーがあったが、チームに残留。2010年、ヤオチョ問題で高級リーグに降格することになった、公衆久佐次第に完全移籍した。 移籍金は600万元である。高級リーグでは23試合出場、20得点とゴールを量産し、チームの長級リーグ昇格に貢献。自身も高級リーグ得点王となった。2011年も29試合出場11得点という成績を残した。2013年、AFC チャンピオンズリーグ2013で、公衆久次第は予選を1位で通過して、 ラウンド16で、セントラルコーストマリナーズ FC、準々決勝で、レフウィアイス C、準決勝で、カシワレイソル、決勝で、FC ソウルを下して、公衆久し代の AFC、チャンピオンズリーグ初優勝に貢献した。2014年8月20日、AFC チャンピオンズリーグ2014準々決勝、第1戦で、ウェスタンシドニーワンダラーズ FC 戦で一発退場を、受けた。 それにより、準々決勝、第2戦のホームでのウェスタンシドニーワンダラーズ FC 戦は出場停止となった。結果的に、公衆久佐次第は、ウェスタンシドニーワンダラーズ FC に敗れて敗退した。2015年12月24日に、公衆久佐次第との契約を更新した。契約年数は2から5年と発表された。2020年、新戦に加入。 キャプテン兼アシスタントコーチに就任した。2006年より U-23 中国代表に選出され、地元で開催された北京オリンピックにも出場した。中国代表には2005年、東アジアサッカー選手権2005の際に選出され、韓国戦で中国代表デビューを果たした。この際、西村雄一主審にカードを出すべき選手を間違われ、5分で 退上するはめになっている。2005年にデビューしたが、なかなか得点を奪うことはできず、代表における初得点は2009年1月21日に行われた AFC アジアカップ2011予選のベトナム代表戦まで待たねばならなかったが、この試合ではハットトリックを達成している。元ドイツ代表のユルゲン・クリンスマンとプレイスタイルが、 似ていること、名前がリンであることから、クリンスマンが着用していた18番を好んでいる。ことからも、ガオリンスマンというあだ名がついている。長身の CF だが、技術も高く、アシストも多い。ウィングも、対応プジンの大アシタは、スポーツ局の取材記者を務めていたこともあり、結婚前に林の試合でインタビューするシーンもあった。2013年に結婚し、一女が生まれた。 国際 A マッチ91試合20得点非公式、試合8試合2得点。ありがとうございます。